このメニュー。復活、チキチキチャンネル復活。残念。メインの収益化は、まだ停止中だ。まあ知ってましたよ。露骨にメインに比べて、サブでの再生数落ちてましたからね。メインのコミュニティで宣伝するの地味に必要なのね。ちょうどいい機会なので、ここ1週間でサブで投稿した動画のセルフ宣伝しときます。某茶番劇以外。某茶番劇はね。まず、新、ウルトラマン、のネタバレあり動画作ってました。情報を知っておくといいわよね。次に、盾の勇者の成り上がり、で、絆の異世界編に差し掛かって、アニオリが始まったので、その編について動画作りました。海外人気が半端ないラフタリアのヒロイン度を上げる展開だけど、吉と出るか凶と出るか。魔族がお休みなので RPG 不動産についてソロで取り上げてました。正直、魔族と不動産を同じく一緒に解説するのも、なかなか見ない観点よね。放映局も制作会社も違うし、日常系の範囲が広がって、しかもそれぞれクオリティも上がってるっていう部分はあると思う。ただ、うちのチャンネルとしては、未完の呪い編とドラゴン編は、一緒にリアルタイムで見てほしいし、キャラット部というつながりは続けます。キララ系の終焉を感じるわね。街角魔族は、割と無色転生と同じジャンルだと思ってますからね。で、これに追従する形で、キララについて生声で語った動画を作ったんですが、画像や字幕を貼り付けるのがかったるいので当面はやりません。ショート動画は続けるかもですね。あとはアニメレビューの方で、ログ、ホライズン、について、ゆっくり解説やってます。好きな人はかなり根強くいるんだけど、話題性となると、なかなか出てこないタイプ。合計5クールで実質打ち切りだけど、作品の出来は良いし、時代的なものを感じる重要作ではありますよね。ログホラ、とまあ、大体こんなところですね。他にも商標登録未遂とかで色々やってるんですが除外。とりあえず、おセンシティブなものは早く審査してほしいわ。フィードバックこじきさせてください。動画チャンネルを開いて、右上のフィードバックを送るを押して、動画の名前と URL を貼って、センシティブな動画や大量生産された動画を制作することが目的ではない、ということを送ってくれたら助かります。YouTube への攻撃的な言動は、控えて、スパムではない旨を伝えてくれたら助かります。以上です。はい、投稿者です。ま、露骨にメインチャンネルのコミュニティにも駆け込みできなかったら、サブチャンネルの、再生数も一気に落ちて、ちょっとショックでしたね。やっぱこう、ま、メインチャンネルはやっぱ FGO の話してくれっていう思ってる人いるかもしれないですけど、まあ、そこはもう YouTube のあれがどうこうって抜きで、まあ、幅広くやっていきたいなっていうところあるので、まあ、そういうことでよろしくお願いします。ただまあ、ショートのやり方とか覚えたので、そこら辺でちょっとうまくやっていきたいなっていうのはあります。まあ、自分の道を行くって感じですね。あ、でも魔法使いの夜の情報についてはがっつり語りたいと思いますので、まあ、その辺本当によろしくお願いします。以上です。あ、フィードバック、ちょっと本当に小じきみたいになっちゃいますけど、送ってくれたら助かります。本当に助けてください。はい。